で昨日なんか休みでヤクル行ったのが札幌ドームに毎年行くんですけどねはいはいはい日本ハム対東京ヤクルトスワローズの試合を応援してきましたあ日本ファンなんですかあのヤクルトファンなんですですかなので北海道にいながら完全アウェーな状況でちゃんと一塁側ベンチにえ行ってきたと行ってきましたね東京温度踊ってきましたね一緒に はい、えー、それでは今回はですね、ええー、伊達からユニークなお客様をお招きしています。えっ、ー、と、伊達にある、あの、ホテルロイヤルというですね、あの、ホテルがあるんですが。まあ、伊達を代表するホテルなんですけども、もそちらの方で副支配人を今やられている磯部大輔さんに来ていただきました。磯部さん、どうも、こんにちは。こんにちは。よろしく。お願いいたします。ますでは、ざっくばらんに、こうやって話していく、はい、ということなんですけどね。はい 今あの、ホテルの、えー、副支配人をされているということでホテル業、はい、ホテルマン、はい、ということですよね。これあの副支配人という立場ですけれども具体的には大体どういう仕事を今されてるんですかえと結婚式のウェディングプランナーもそうなんですけど。うんはい あとはもうタクシード来てガンガン現場にも入ってますしあとは営業にも出てますしあとはそのスタッフの管理シフトの管理だとかそういうのもやってますね。なるほど。もう全般的にいろいろやってると現場含めてねそうです。どうですか今の仕事っていうのはどんな感じで自分の捉えてますいや、もうこの仕事に出会って本当に幸せを感じますね。 まあちょっと後半ねその辺の話をもう少し具体的に補佐削としてですね、はい、まずはその話に行く前にまあちょっとやっぱりバックグラウンドをね、はい、知りたいんで、はい、あの磯部さんのまあおいたしからね、はい、どこ出身でいらっしゃってどういう形でこう今まで来られたかとこの辺ちょっとね、はい、まずお聞きしたいんですよ、はいはい、でまずお生まれはだってじゃないですよねえっと僕は札幌ですね。 あ札幌ですか。ああなるほど。ははははは。札幌で生まれまして、ええと親の転勤で小学校はソラチの栗山ヤマ町で、で中学校が足別市ってまたソラチなんですけど、はいはいはい。で高校が砂川ですね。ああ今何歳ですか。今は三十五歳です。三十五歳。ああどんだん上の方に行ってそうです。はい。お父さんなどういう職業？普通のサラリーマンなんですけど転勤がありましたね。ああそうですか。はい。ああなるほどね。はい。 ということであの幼少時代からずっとこう、北海道ではあるんだけど札幌からまあ、北の方にそうですね真ん中の辺りに行って、うんはいらっしゃったということですね。はい、まあ、どういう家庭っていうかどういうい家だったんですかあの、ご兄弟とかは兄弟は妹が二人いましたけどあ妹二人妹二人はあの、ま、僕の一個下の妹は非常に優秀で僕と全然違うんです。 親孝行もしますし、あの札幌でも看護婦さんやってますね。一番下の妹が、私に。やっぱ似ています。アバウトに。アバウトに生きてます。なるほど。じゃ、あお兄さんね、下の妹二人と。あ、いいお兄さんっぽいですよね。なので、真ん中の妹は、僕のことは、全然、あの。 人間として評価してないと思うんですけど一番下の妹は何かある種僕に憧れを持ってるようですごい関心を示してますね。お互い子供もの頃と違ってまたね大人って言うとまた違うスタンスであれなんでしょうけど両親も今ご健在で元気でいらっしゃるわけですね。そんな中子供時代からずっと育ててきたわけですけど学校時代のエピソードとかありますか そうですね、僕、高校が高校野球、強いところでやりたくて、で、親元を離れて寮に入って野球やりましたね、あどこの、砂川北高校なんですけど、今、向川高校ってあるんですけどね、向川高校あ去年の春も甲子園に行って、そこの監督が当時、砂川にいたので、なんていう監督です佐藤重富先生なんですけど。 親分のでで野球をしたたくて有名だっんす当時から当時有名でしたね二回僕中学校の時に断られたんですけどそこの高校に入れてくれって頼みに行ったらダメだって言われて二回断られたらどういう意味ですかその中3の時に中3の時に親と一緒に佐藤茂富先生のとこに行ったんです砂川北行って野球部に入りたいからってことで行ったわけだダメだって言われてダメだって言われて私立じゃなくて公立なんですよ公立高校で学区 2%枠5%枠で僕はその学外だったので全体の5%しか入れれないんですよ。なるほどでどどんんね。全土から選手が集まってくるんですけど私立じゃないのでなのでいい選手を取りたくても僕みたいなのが入っちゃうと全員5%オーバーしちゃうからだから申し訳ないけど君は来ないでくれって2回断られて。 な一回目だなってまた諦めず行ったわけ。行きました。それで二回断られたわけ。気絶しとになりましたけど。はい。いやその中学の時はそこそこじゃ成績出してたですか。自分ではいい選手だと思ってたんですけど、全然評価が僕評価ついてなかった。ゼロに等しかったので。あそうなの。ええ。じゃあの中学は良かった札幌じゃないとか足利足利足利ああそうか。 そこでのやっぱりあれまあその監督が聞いてそのせ生徒ちょっとっていうことでどでしょうかねあと僕も行ってその体重もなかったですしね実績もなかったですしはいなるほどえそれで二回断れちゃったとそうですそしてで三回目僕がその空手道場に通いまして中学校の時になんでまたそのえっと知人の紹介でま小さな町だったのでスポーツジムがなかったんですはいはいはいなので空手道場に行けって言われて そこで筋トレしたんです筋トレのために体を鍛えたり体は一切やってないんですけど空手道場に入門して何にも空手しなかった多分唯一あその体を体力つくるために師範先生に空手道場利用したとはあで全然変わんなかったんですけどでもそれは伝えに3回目あれから僕3か月空手道場に入ってまあそしたらまあまあ まあ一応高校ですから法的に断ることもできないでしょうからじゃあし仕方ないねっいうことでその5%台の枠に入れてもらった他にだって候補の選手もいる中いっぱいいましたよ札幌もそうですしね。利尻島からも来てましたし。からるん その中でまあもうこんだけあなったらまあ入れとくかとうるさいから <laughs> 3回目断ったらまた4回目くんだろうということで、はい、まあそのあれでん負けしたということでまあで寮に入れてもらいました<ー>でそこから寮生活の始まりですねなんだんうん、うんはい、じゃあやっぱりそのそこまでして野球が好きだったっていうのは前からこう野球も好きだった たんですけどね、まあ、あの、親には大変申し訳ないんですけど、当時僕反抗期がものすごくて。とにかく、家から出たいっていう。なのでもう一個近くに、滝川西高校って甲子園行ってる高校があったんですけど、そこだと、バスで、あの、汽車で通いちゃうんですよ。なるほど。砂川は、汽車で通えなかったので。なるほど。なので、その、そこに、めに、わざわざ砂川北でしたと。そうです。砂川北は甲子園当時、行ってた。甲子園。 行きましたね。僕の先輩たちは実はあのピーエル学園であの桑田清原がいるときに甲子園で対戦してるんですよ。あ、そうなの。あ、メモなんだね。そうですね。僕らの代と僕の二個下の代も甲子園行きましたね。あ、なるほどね。で、その佐藤監督がいらっしゃるところにあの明徳入ってね、もう野球トップ生活に入ったわけだ。はい。そこからもう 奴隷のような扱い。一 <laughs> 年生そういう。ね、そういうもんなんですね。<ー>はい。やっぱり非常に体育会系で。当時ですからね。今はそういうの厳しいでしょうけど。<ー>もう今からかれこれもう二十年近く前なので。一年生入ってびっくりしませんでした。そういう世界に入って。まあ想像していましたので<ー>、ええ。覚悟の上で言ってますしね。<ー>ええ、で当時あの。 非科学的なんですけど、水は飲んじゃいけないっていう時代だったので、ありましたね、僕らの時代もそうでしたけどね、そうですよね。なので、本当に水たまの水すら、スポンジに吸収して飲みたくなるほどに、砂漠か、ここはっていうぐらい、いつものどかいてましたね、事故も起きないでね、起きてたと思いますよ、起きてたいろいろ倒れたりして、そっか、ギリギリでね、でも、それで根性を養うっていう、そういう時代でしたからね。